これがあのワードカムヨンのガイデンの回線、というものですね。何回目だろうね、3回目ぐらい。前回のはね、なんかその反射的な、メーカーからの買収を申し掛けられていて、で断ってる限り嫌がらせを受けているっていうのが、もうカニサキもそうなんですよ。カニサキジョージという方が作られて、ちょっと九州行って帰ってきたっていうのが、まあ今のところですよ。そうな気もするんですよね。でも寝てないぞお前さん、寝た方がいいんじゃないか、探してみるか。ちょっとジョージさん、あら、ジョーちゃんじゃないの。どうしたの、血相変えて。社長、社長ならさっき会社のトラックでどこかへ向かったみたいだけど、社長も引きつった顔してたわよ。お、なんかありそうですね、これは。
今のデカさんの気がしますけどね。いや、恋なのかよ。何なんだよ。で、今日ここまでにしますか。また後で。